象徴してこの時代を誰よりも早く生きるよ。想像してその未来を。はい、まだしゅキッチンよいしょということで、今日もね元気にミニ四駆で遊んでいこうと思うんですけども、ちょっとこれ今大問題が起きてますよ。これちょっと空力さん、空力さん、番組始まってる。あ、むちゃむちゃ携帯、ごめんなさい、触ってんの、ごめんなさい、丸見え。めちゃくちゃ面白いアプリがあったんで、つい、いやいや、めちゃめちゃ面白いアプリがあるからっつって本番中にスマホいじって言い訳する。むちゃむちゃ面白いアプリって何それ。2020年1月15日にバンダイナムコエンターテインメントからリリースされたミニ四駆超速グランプリ、その人気は凄まじく、すでに200万ダウンロード以上に。今回は皆さんに超速グランプリの楽しさをご紹介いたします。あの感動が君の手の中に。ミニ四駆超速グランプリ、早速超速グランプリちょっと挑戦してみたいと思います。イエイ。はい、じゃあアプリ立ち上げてもらって、まず最初はこの3台の中から1台を選びます。エンペラーでしょ一択です。なんとなく分かってたけどね、うん、やろうね、うん、おっとこれは日の丸四駆郎登場、出た、出ました。そうなんですよ、このアプリはですね、うん、今までに登場したミニ四駆の漫画アニメのキャラクターがいっぱい登場するんですよ。いやこれもう本当あの何十年の時を経てエンペラー竹本対日の丸四駆、すごい、マジでシャーシの裏からスイッチを入れるという作業ね、めっちゃリアルでしょ、すごい、めっちゃリアルなんですよこれ。あらで、あこっからシグナルが変わってスタート。さあ始まりました、めちゃめちゃリアル映像が、何ですかこれ 3D で。レースの中盤戦、ラスト1周、1コース、3コース、熾烈なトップ争いだ。1コース、勝ちましょう、やったー。これはね、やっぱり嬉しい、なんかもう泣いてるいや、アニメをね、見てたね、世代としてはね、あの中に入れたっていうね、感じがして、いやほんまリアルやったな、めっちゃリアルやったでしょ。あの実況の声、実は、はい、タミヤ公式レースでもおなじみの MC ガッツさん、なんか本人が収録されてる実況、ナミガッツさんだからか、なんかこう耳なじみがあるというか、そうそうそう、どっかで聞いたなと思ったら、うん、ガッツさんです。あれ、あそういうことなのね。さらにね、シャーシもボディも各種パーツ、ローラーとか、うん、あれも全部 3D スキャンしてるんですよ、本物を。すげえ。そうで、スイッチ入れた時の あの音とかね、改造する時のヤスリの音とか、はいはいはい、全部収録してる。そりゃリアルなわけだって本物やねん。本物や、本物を収録してアプリになってる。ちなみに、うん、これあのなんか細かい改造とかそういうのもできる。できるんです。おお。モーターに関して言うとブレークインしたりとか、まあ、もちろん肉抜きも可能ですし、はいはい、でターミナル磨いたりとか、うんうん、タイヤのグリップを上げたり下げたりもできるし、ダウンフォースを効かしたり効かせなかったりもできる。そんなことまでできるの。めちゃくちゃ細かくいろいろ設定できるんですよ。これはすごい。いやこれでもそのうちなんかこうみんなとなんか一緒にね対戦したいなみたいな、うん、それはまあキャラクターと対戦できるのまあ楽しいけど、はいはいはい、まあ、ここの対戦ができたらっていうことでね、うん、ご安心ください。おっと、できます。なんとみんなでミニ四駆っていうモードも搭載されております。ほう、はい、あとはですね、自分のオリジナルコースをみんなで遊ぶことも可能。あれってことは、今までハイパーダッシュ基地がいろんなところでやってきたレースの、はい、そのコース、はい、これを再現して、はい、でまたみんなにこのアプリ上で楽しんでもらうってことができる。できる。おお、これはちょっと熱いですねでさらに公式大会にも引けを取らない超速グランプリっていうのがあって、うん、そこにマシンをエントリーしとくと決まった時間に自動出走して、なんと全国ランキングが出るんですよ。おー、すごい。これは熱い、熱すぎる。いやもうこれはもうちょっと勝負せなあかんな。もう早速ちょっとやろう。あ、いいっすね。やろうやろうやろう。あの頃レーサーだったそこのあなた、もう一度ミニ四駆を手に取り走り出してみませんか。ミニ四駆超速グランプリ、僕たちと一緒にキープオンランニング。